熊日新聞の広告を見ていただいて熊本市西区春日愛様こちらの下見仏壇ご注文いただきました誠にありがとうございます金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が天職長田幸喜でございます 2023年4月の13日木曜日。今ちょうど朝6時19分。もう外はもう日が出、あ、もう日が出そうですね。朝動画でございます。今日はちょっと遅くなりました。はい。あの、ありがたいことにですね、西区春日のお客様からこちらですね、あの、熊日新聞の広告、ありがたいことにこれでたくさんの方来ていただいております。えー、今回もですね、あの、ご注文いただきました。誠にありがとうございます。えー、まずは愛様ですね、えー、先週一回ご えていいただいてです、ね、まああの仏間はあるけれどよかったらあのリビング食事してるところに置きたいということでですねあいいですよということででちょうどこのこのお仏壇はですねってあのわざと幅を ちょっと狭めてありますから、リビングにも置けます。マンションにも置けます。それと、ちょうど高さをですね、127センチにしてありますから、仏間にもちょうど入ります。ということで、ご説明をさせていただきました。でですね、昨日ご来店いただきですね、やっぱよそも見ましたけど、和島さんの方がよかごたっていうことでですね、もう本当ありがとうございます。あ、もうこれはもう全、自信を持ってですね、お勧すすめします。それとですね、消費税、まこれ今日の熊日新聞ですけどね、39% 9万8000円。諸物価高騰の折ですね。消費税はサービスします。もうこれはもう私の気持ちでございます。 やっぱ私もきつかばってんですね。ただみんなきつかけんですね。もうこういう時はみんなで一生懸命力を合わせて頑張っていこうということでですね。消費税をサービス。それと、仏具。あの、仏像をですね。サービスいたしま。すそれと、お客様の家の家紋ですね。たまたまこれ、丸に梅鉢が付いてますけど、昨日の愛様も丸に梅鉢でございます。このおぶ、素晴らしい菅原道真猫の家紋ですね。 家紋は家の象徴でございます。家の家宝でございます。それとですね、このおりん、これもサービスしますけん。これ見ていただくとわかりますけど、家紋が丸に梅鉢。よかですね、これはね、これ毎朝毎晩、まあ、叩くしなもんだけんですね。 はい、であのやっぱ愛様も言っていただきました和島さんの方がよかごたってやっぱ仏壇もよかったこれ。 こんなものの下を使ってあるんですよね。決してあの、貼ってやって、下丁じゃございません。下を使ってございます。二方練りという手法ですね。で、静岡。中国は製,あの製造は中国でございますけど、静岡で検品して、私がまた熊本で検品して、ダブル調整でですね、ちゃんとあの、お客様のところに責任を持って納めさせてもらいます。それと、保証は1年間の保証がつきます。私がですね、365日、年中無休、24時間電話無休、 つけて対応してますので安心してくださいと昨日愛様にはおあのお伝えいたしましたであの一週間後に納入でございますありがたいことにですね、えー、熊日広告最近よくご覧えいただいてますねありがとうございますここにも書いてありますけどね物価高騰ですそれに対してですねもうフロー対策というかですねお客様応援セールでございます消費税をサービスしておりますあの。 よそも見ました。あの、言っていただきましたね。あの、春日の愛様、よそのお店もはっきり言ってみましたと、お宅は余かですよということで、ありがたいお褒めの言葉もいただきました。品質がとてもいいと。で、お値段も安かったですと。ありがとうございます。はい。あの、家紋もサービス、で、あの、これ、家紋サービスも気に入っていただきました。 予想はなかったんあ、そうでしょうって。これははっきり言って手がかかったですよって。もうこういう、あの、手間暇かけた仕事をですね、頑張っていきたいと思いますとお伝えいたしました。丸に夢橋ですね。で、消費税サービスします。もうこの、この、このお仏さんですね。で、今月もですね、2期限りですね、用意してますからですね、言ってください。もうあの、これはですね、もう昭和の価格です。昭和の価格。 かなり勉強しています。ですからもう自信を持ってお客様にお勧めいたします。今日もお店開いております。電話も24時間電話受付。一つ皆様よろしくお願い申し上げます。はい、ここまでこの動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運終わってお祈り申し上げます。